どうも浜口勝と秘密基地です。さあ今日もキャンピングカー運転してキャンピングカーを運転しております。今ですねある場所に向かっておるんですが、高速道路で思いっきり上り坂なんで、エンジン音とともに僕のオープニング挨拶トークでした。ガンガン車に抜かれております。しかし法定速度をしっかり守って停止しております。緑が気持ちいいですね。さあ今日はですねある方とのコラボでございます。その方が長野県の方にいるので、はい、そちらの方に向かっております。もうすでにですねキャンピングカーで1時間半以上乗っておりますなかなかのロングドライブでございますが、気持ちいいですね。すごく青空に恵まれて、なかなかこの秘密基地のロケでこんなに青空になることって珍しいですけども、気持ちいいです。さあ今日はある方がキャンプしようぜと言ってきてくれたので、その方とようやくこのキャンピングカーでキャンプでございますやっとですね、その方とはねもう僕は地上波の方で何回もキャンプを習ってるんですけども、はい、そこの話でもいつか僕キャンピングカー持ってるんでやりたいですよねみたいな話をしてたので、この日を本当に待ち遠しく楽しみにしてました。その方はその長野に土地を持ってるみたいで、そこも前からすごく見たかったんで、本当の秘密基地を見つけるっていう参考にもなるんで、今日は常に勉強ですね。いろんな刺激を受けて帰りたいと思います。すごく楽しみです。じゃあ向かいたいと思います。あ、いました。あの方じゃない、あの方です。いました、いました、いましたよ。もう準備してますよ。いた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 。おーい、おはようございます。これでいいかな、ここかな。いました、いました。おはようございます。どうもよろしくお願いします。すみません、キャンプ場の中が、うん、虫がすごすぎて、そうなの。ここ入り口なんですけど、うん、ちょっと昼飯食おうと思ったらなんかもう調理できるような状態じゃなくてそうなんだ。ちょっとね、で夕方になるとこの虫いなくなるんですよ。ちょっと寂しくなって。なるほど。なんで本当すみません、ちょっとここでみたいなここなんですね。ちょっと一旦わかりました。虫が多すぎてどんな感じかは見ることはできますけど、ああ後でちょっと見に行きましょうか。はい、ちょっと今ちょっとほんまにね、わかりました。メマトイっていう刺さないんですけど、うん、この辺にまとわりついてくる。ああなるほどなるほど、めんどくさいですね。さっき中いたら、うん、ここに300匹ぐらいいる状態やったんでちょっと待ってください。わかりました。すいませんということで純一ダビッドソン君がコラボのゲストでございます。よろしくお願いします。いろいろハプニングありますね。面白いですね。さすがキャンプ芸人、いろいろ対処してくれております。じゃあちょっとエンジン切っていきましょうか。僕今もう浜口さん来る前に、うん、食おうと思ってた昼飯をやっとやってる段階なんですよ、うん、そのせいでちょっと見ます。見ましょう。見るプラスちょっと虫を浜口さんに体験してもらうために、うん、今日は虫体験の動画ですね。でここもね、うん、トイレつけたんですけど、うん、ここバキューム化を入れるために、うん、この林道を、うん、役所に届けて出して砂利引いたんですよ。十字君が、まあ、僕の知り合いに手伝ってもらって、うんうんうん、月額1万円で貸してもくれてるんですけど、うんうんうん、これに70万かかったんですよ。かけすぎでしょ。そうなんですよ。でこっから向こうが一応森で、ほう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 、あの一番奥に車僕の止まってるんですけど、 あるあの上ぐらいまで使っていいっていう。あ、そうなんだ、はい、だから広いんですけど、ここが全部純一くんの借りてる場所です。すごい。
で一応看板もねあったあった、はい、純一ダビッドソンキャンプビレッジ新州っていう、はい、JDCV 新州インスタかなんかで見たこれだそうですこれですそうですこれあるあるそれこそ島田とか大和さんと一緒に撮って、うん、多分これインスタにあげましたね、はい、見た見たここだけすごいこれかっこいいこういうのもね いいでしょうこれ、うん、でただなんかなかなかここ立てる場所をねもうちょっと違うところにしたらよかったなと思うんだここら辺テント張りにくいじゃないですかだからそこによくテント張るんですけど、うん、人にできないんですよ絵面的になるほどとちょっともう売ってもうたんやそうなんですよそうなんですよであっち渡ってみますせっかくなんで移動はできへんねやこれできないですよ強くで僕がよくやるのがこの辺なんですけどあ綺麗ここやと何人かでこう集まって、うん、浜口さん車であの辺まで入ってきてあなるほどここら辺まで入れれるんではいはいあれいなくない虫どういないよ何のために入り口で料理してんの純一くんらしいねあでもちょっとおるねやっぱね多少ねうんでも俺は気になんない、うん、だったらごめんやけどあの入り口の方がおったかも虫すごい気持ちいいいいんすよね木陰になってて今日ちょっとね買ったばっかりの道具持ってきたんで本当はい使い方わかるのわかりますあの1回使ったんですあそう実は僕今日2泊目で、昨日別のところでキャンプして、うん、そのまま移動していつもそうやよねなんか会う時会う時テレビの時僕一泊してきてここなんですよとかってよく言ってはる前あの通販の番組で、うん、奥多摩かどっかやった時そうそうそうあの500メートルぐらい隣のキャンプ場があったんで、うん、そこで一泊してだから僕前乗りが多いですねキャンプロケは今日はまあ大体2泊目なんですよ実地君これと会う時出してくるね車行こうこれ米蒸らし中なんですよねちょうど蒸らせたんちゃうかな今のあっち見学でとりあえず移動するキャンプ芸に入って移動すんね場所をローソンハンモックって言ってもうなんか割とハンモックの割には沈み込みにくいというかそうなんだっていう話ですちょうどええとこにね今あるもんねそうなんですよハンモック天国なんですよここ僕はハンモック苦手だったんですよ前まで苦手なんか寝にくいからああで一回この間それこそアスワとかと、うん、キャンプやった時に久々にちょっと試してみようと思って、うん、試したら割とあれ大丈夫やなってなってあじゃあハンモック一個買おうかなっていうことで購入したんだはいうわすごいあ、網なってる。そう面白い。これがほら、こうなって。あ、すごい。面白いこれ。これなんか面白いんすよ。うん。あ、でもこれあれやな。ほんまテントみたいな、こう寝れるじゃん。でもこれね、そうなんですよ。下でも使えるってやつなんですよ。ああ。下やとここになんかちょっとペグみたいに引っ掛けて。はいはいはい。下でも上でも使えますよみたいなハンモック。便利。面白い。ちょっと変わったハンモック。うん。こう開けていただいて、うん、寝ていただくっていうそこからこうすごスポンって入ってもらってお尻からねお尻からですね、はい、おお。ちょっと気で吸ってるけどすみませんちょっと低すぎました、ね、うんちょっとちょっとどころじゃなくて結構吸ってこれえついてますちょっとね気がねお尻にスーッとこう当たるね下のですか下のあうん、でもギリギリあいけるかなどうやろこれヒクモックって言うんでヒクモック初めて知ったヒクモックヒクモックキャンプって言うんですけどもうちょっと調整します目線があのこの椅子と同じぐらいの目線なんやけど椅子より低いです低いねちょっと待ってくださいね調整しますこれこうあそっかこう虫入ってくるから締めてあそうですそうですそうですでも気持ちええよ揺れはもうちょっと高かったやけどねそうですね僕ようこれねナチュラルでなってたんですよわハンモック
朝起きたらこの状態舌ついてるとかなっててそれ嫌やったんですけど、この間ちゃんと成功したんでそれこれ買ったんですよね。もうちょい上にしたらいいのか。そうです、でも出てもらわないと調整できない、ね、入ったままじゃ無理ね。そうなんですよ。湯たんぽみたいなやつだね。あ、湯たんぽにもなるらしいんですよ。へー、ここの、うん、先端あるじゃないですか、うん、この穴に爪楊枝刺すと湯たんぽになるんで。はぁ、僕のもんなんですけどアスワに教えてもらいました。何年か前のやつ。何十年も前の。へぇ、これはでもエヴァニューっていうメーカーなんですけど、うん、多分軍物ですね。へぇ、沖縄のうち嫁が沖縄出身で、うん、そう親戚のおじさんがなんか物を収集癖があって、うん、一つの蔵に骨董品をめっちゃ置いてるんですよ、うん、へえ、その中にあったやつ。これでいけんじゃん。いいね、いい、高い、いけると思います。いいじゃん。こうやっておう、どう。あ、ちょっとだけ高くなる。うん、あ、いいっすね。いいね。いや、本当はもうちょっと木の感覚があったらもっとピッて張れるんで。あー、なるほど。そうするとね、あんま沈み込まないハンモックらしい。あ、でもめちゃめちゃ気持ちいいよ。あ、そうっすか、よかった。浜口さん、コーヒー入りました、はい、入った、ありがとう、はい、そっちで飲みます。ごめん、それいいのがそこに足置いて下に、うん、そのまま椅子みたいに座って頭だけ前に出して。あ、どうすか、これね、いいでしょ。うん、じゃあその状態で。ごめんね、何から何まで。いや、もうそろそろ何もしなくなるんで大丈夫です。めちゃめちゃ熱そうや。熱いのとあとちょっとめっちゃ少ないな。半分以下じゃない。いや、なんかおかしいなと思って。多分ハンモックのとこを時間取られて多分蒸発したんですよ。お疲れ様、お疲れ様です。アウトです。いや、嬉しいわ。テレビじゃないところで浜口さんとキャンプするの初めてやから。2回ぐらいお世話になってもんね。はい、キャンプ来るともうこうやって設営終わったら飲み出したらもう何もしないですね。あ、そう、はい、いつもこういう感じだ。こういう感じで、なんやろうな、あのネットフリとか見出すっていう。入るんだ電波。あ、溜めてきたやつ。溜めてきて、うんうん、で昨日はキャンプ場が電波入らなかったんですよ、うん、それみたいの見れんかったから、うん、車で一回地上出て全部ダウンロードしてから置いて。そうだね、そうなんですよね。どうしてもこういう感じのとこで見たいよね。見たいですね。僕がいつも自販機で買ってるやつを用意してもらってるので、その料理でもてなしたいと思います。よいしょ、すげえ。これでこんなうまかったらもうあかんよね。リブロース出た。リブロース、何リブロース。ハンバーグみたいな。